はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、明石がらきでね、1万1000ダメージ取ってきたので、解説していきたいと思います。やっぱ死がらきはストライクだよね。まあ、そんなことないですけど、嘘です、これは。さすがに、カタストロフの方は強いは強い。というか、まあ、使いやすい。ストライプ死柄木はですね、前回のアップデートで、なんとね、アルファが6発になったんですよ。これのね、恩恵が結構でかい。で、ちなみにレベル1はマジで本当に弱い。本当に弱い。で、レベルが上がると、というかアルファのレベルが上がると、結構まともに戦えるようになります。新マップではね、一応ベータの方も強かったりもするんでね、割と戦えなくはないよーっていうキャラクターですね。ただこのようにね、敵に引かれると何もできなくなってしまうので、撤退せざるを得ません。だからほんとね、フルパー必須キャラではあるよね。ソロで使おうとすると、うまいこといく方が少ないんじゃないかな。大体の場合、うまいこといきません。はい、というわけでアルファを上げていきましょう。次のセットまでカット。さあ、なんだかんだあってアルファがレベル8になりました。まあレベル4以降だとまあ戦えますね。5発だからね。このようにね、一応当たる。めちゃくちゃ当たるわけじゃないんだよ。やっぱね、レベル9になるともう当てやすさがバグレベルになるからね。そこで覚醒します。はい、敵もしがらき使ってますね。で、僕のベータめちゃくちゃ踏んじゃっています。ベータが痛いんだよね、自分にね。さあ、ダビをこれしっかり仕込み切って、これでアルファがマックスになるかな。見て。アルファマックスになって、ベータも4になった。で、ガンマも4まで上げちゃいましょう。で、アルファ置いといて。アルファはね、もう散りばめておくだけで大丈夫です、基本的に。なんか考えない方がいいですね。考えて打つと当たんないから。敵を強くこういう風に動くから、じゃあこっち側にアルファを展開しようという風は考えなくていいです。とりあえず打ちまくりましょう。考えて打ってるともったいないから。で、時と場合によるんですけど、アルファの最強戦法としては同じ場所に打ち続ける。これ何が最強かっていうと、同じ場所に打ち続けると敵が一瞬で解きます。まあ、一気に、ね、400ダメージが食らうんですよ。同じ場所に。ただ、注意事項としては、その分こう敵も警戒するんで、敵がこっち見てないときに置いとかないといけないっていうね。あと上手い人相手には通用しないですっていうデメリットはあるよね。まあなんかで、もう一つの戦術がですね、アルファを横にちりばめる、放射型に打つわけですね。それが結構強かったりします。はい、これ敵と戦っていますが、味方コピーされてます。味方の方にとりあえず打っておきましょう。これでね、ケンゾちゃん下に降りてこれなくなったので、でかい。それでベータでエリア展開して、アルファ打っといて、多分敵は右のケンゾちゃんが味方じゃないと思うんだよね。ちょっと何だ、オールマイトに対してベータ置いといて、追い出すように立ち回っていくんですが、まあここはね、一旦パーティーの体力がまずくなってしまってもいるので、まあ僕は中キープメインでやった方がいいですね。さあ、スイちゃんに対してベータ置いとく。あ、スイちゃん食らっちゃってね、痛いよね、これね。わかるよ、気持ちわかる、痛いよね、これ。さあ、これはローリングで逃げていって、アルファ置いとく。これで敵は来れなくなりますからね。で、全体回復が入ります。仲間のケンドちゃんやられてしまうが、これは回収はできるかな、普通に。回収して、すぐ起こせることもできますね。さあ、一旦、個性上げといて、個性カード回収しちゃいましょう。で、オールフォーワン。ガンマから味方が合わせてくれる。さあ、ベータ置いといて、敵入らせないよ。100ぐらい減らさない、痛いよね。で、アルファ置いて、これも入らせない。もうね、防衛戦においてこの明石がらきはめちゃくちゃ強いです。防衛戦は自分たちから攻めたりするときは結構ね、こうベータがないと苦しかったりするんですけど、このアルファね、外に打つだけでめっちゃ暗いんだよ。まあ、攻めも別に弱くはないんだけど、避けられやすいなって思うんだけど、めっちゃダメージ食らってる。これ今見た、270一気に食らわせたの。同じ場所に2個打つとああいう恩恵が得れるんです。敵が間違って踏んじゃった時、敵のミス狙いな立ち回りですね、これはね。さあ、アルファ置いて、まあ、アルファ置くだけ。オッケー、山の時で結構大ダメージだよ。で、これ轟こっち来るから避けて、マウントリーもアルファ食らってるね。ベータ置いとく。マウントリー死んでいく。頑張れ、敵の攻撃を受けましょう。で、これマウントリーに核入れちゃおう。見て、核入れて、アルファ置いとく。もうこれで援護。味方に前線を張ってもらって、自分は後ろの安全な場所からずっと攻撃するからね。で、これはスーパーアーマーがあるので、轟の氷も食らわずに倒しきることができますよっていう感じで。いいねー。地上戦は強いんだよな。こういう場所では強いんだよな。ただひとたび敵が上を取り始めると一気に苦しくなる。でも一つね、上取られた時の対策がありまして、室内にすぐ入りましょう。
そうすると、無理やり結構敵も攻めてきてくれるんでね、もう敵のミス待ちムーブが一番いいですね。でも、一つ注意事項としては、相沢先生には勝てないですけど、200% 勝てない。ところアルファ、狭い通路に対してアルファを置いとくだけでダメージが入るんでね、適当に置いときましょう、どんどん。ところベータ、ガンマ、イバラちゃん逃げてますね。これローリングでかわしてアルファアルファ置いとくけど、これはローリング先にアルファ置いたからなんとかなったね。いいね。驚きの攻撃を受けていって、アルファアルファアルファ、ちょっと渋いね。驚きこっちいるから、ここベータ中央にベータ置いてガンマ、オッケー、苦しんでポイで、これアルファ置いとく、アルファ2個置いて大ダメージ、いいよ。轟きに対してはね、結構ね、赤しがらき強いんだよね。これ追いかけようと思ったんですけど、つゆちゃんが邪魔してきたので、一体室内に入っていきます。まだイバラちゃんが中にいますね。追い詰めていきましょう。アルファ置いて、アルファ置いて。これは食らわないかな。ベータ、ちょっとベータね。オッケー、ダメージが強い。アルファ、アルファ。逃げ先にアルファ置いていきましょう。で、つゆちゃんも引っかかってくれた。なんか、イバラちゃん2枚いるな、厄介ですね。一旦これは室内に入って回復かな。ベータ置いといての回復、オッケー、回していって、仲間もまだ外で戦ってるからね、オッケー、回復入れた。そしたら回復カード切っちゃいます。オーケー、どっちが味方かちょっと今のところは分かんないね。左上に行ってるアルカナス剣道さんが味方じゃないよ、キャナファで、アルファ置いといて、味方どっちだ、味方っぽい、あ違う、敵だ、敵だ、紛らわしい。アルファ置いて、アルファ置いて、いいよ。これはトガちゃんの逃げ先にどんどん置いていきましょう。はい、トガちゃんはね、ベータの時ね、絶対アルファ食らうんですよね、地上走るんで。で、これなぜかダメージを食らなかった、謎です。これはもうただの謎です。で、ベータ置いといて、敵のベータ対策、アルファちりばめておく。で、体力ちょっと不安だから体力回復したいところでございますね。トガちゃんに対してアルファ置いて、で、これ瀕死まで持ってっといて、いつでも倒せるぞっていう状態にして隠れちゃいましょう。仮にここでね、敵が攻撃してきてもトガちゃんは即死するんで、ね、大丈夫です。で、一旦室内側に行って、セメントスこっちにいるはずなんですが、セメントスいませんね。あっちで柱立つんだよな。で、これはラピッドカードを使ってしまいましょう。ラピッドカードを使ってベータで上を侵略していく。これでイバラちゃんは降りざるを得ないと。で、100ダメージついでにベータで与えたので、まあまあダメ取りもまあ悪くないよって感じですね。で、ガンマ使ってイバラちゃんを引き寄せようとしたら、ここに轟きがいます。なんとか、アルファ轟き前貫通したんですけど、今貫通しなくなったのかな、ちょっと分かんないですけどね。で、室内側にベータを置いておく。これでね、中まで侵略してくれます。このようにね、でも勘違いだったんで、ちょっとね、ここはやんなくてもよかったかなって感じですね。で、シールド回復入れて、全体の体力回復も持ってるんで、2個持ってるんで、ここで入れちゃいたいですよね。全体体力回復入れる。仲間の体力少しでも回復しておきましょう。入れたらすぐガンマで走る。ガンマで走って仲間のカバー行きましょう。ベータ置いて、この上はもう敵入れませんね。で、トロフィーに対して100ダメージ与えていく。痛いよねこれ。で、味方が上で1枚倒してくれて、まあまあまあここはいいんじゃないですか、状況的に悪くないですね。で、ベータ置いといて、この室内侵略していってダメージ入ってますね。このね、ベータが上まで判定あるから、下から打っても上から打ってもいいって優れるんです。で、セメントスがいます。ここベータ置いときます。で、これで敵はもうここから下がらざるを得なくなって、向こうの室内に入ってきましたね。これ室内に対してベータを打っちゃいましょう。はい、ベータ打って、で、これ中で何かしようとしてますよね、今ね。あ、蘇生してますね。これは僕も体力回復したいので一旦回復していきましょう。 OK で、アルファを打ちまくる中に、なんか椅子があってうまく入ってませんね。例えばダメージ自体はちょっと入ってるね。で、アルファアルファ打って、イバラちゃんが外からアルファ打ってきた。これ一旦状況的に良くないから撤退していきましょうか。で、トガちゃんがいる。トガちゃんに対してガンマで違って、もう一回ガンマで首絞めてポイッて、アンチ外で活動できなくなるかもしれない。で、ヤオモモとトガちゃんのアルファコンボ食らったけど、ここは味方の回復が刺さる。ナイス。まだプルスケイオスはね、できれば切りたくないんだよね。これは狙い目としては、奥のね、アンチ内の図書室、図書館の中入って、ここでベータぶっ放す。ここが強いのよ、ベータぶっ放す。まあね、この赤しがらきがいれば、もう1エリアの確保は本当に簡単になるんだよね。強いですよね。アルファ打ってデクを引かせる。で、もう一回ベータ打つ。オッケー。で、一旦上ポジまで上がっていきましょう。
したベータがあるよね。シールドも回復したいね。シールド回復していってベータ置いて、これはダメージ入っていない、下でやり合ってるんだね。下に対してプレッシャーかけていきましょう。 OK、 これでね上がられる心配はなくなったね。外からでベータ置いといてダメ稼ぎというかもうエリアを限定する敵ので、アルファも敵に散りばめておいて、これ外側に敵見えたんでアルファ撃ったんですけど、セメントスパーティーは上に行ったようですね。でここはもうねぶっ刺さりそうだったんでベータ速攻撃ちに行きます。これで300ダメージぐらい稼いでいますね。やばすぎる、強すぎる。でここもベータセメントスの壁の内側侵略していって都道品ダメージ与えています。いいね、入った100ダメージぐらい入った、ね。でシールド回復とか体力回復していくも、ちょっと敵がね来たのでこれはすぐさまアルファに切り替えますと。でアルファ6発ぐらいでだいたい600ダメージぐらい今稼いだね。でこの爆豪も瀕死なんでちょっと回復しながら爆豪を追っかけていったんですが、とんでもないダメージが出ます。危ないですね。でプルスケオスまだあるんですけど、ここでは使いたくない、正直まだ温存したいね。でデクに瀕死にさせられる、これはね賭けでしたね、本当に賭けだった。ベータ置いといてこっちには侵略させない、ウェポジも取らせない。で体力回復していきましょう。登ってくるときもダメージ入るしね。シールドはあと残り2個です。非常にまずい状況ではあるんですが、まあまあまあまだまだプルスウルト残ってるね。プルスケルス残ってるから安心安全ではある。でアルファ打って、アルファ打ってでガンマで下がっていく。ヤーモン攻撃してきたね。ガンマで下がっていって敵に対して普通にアルファ打つ。いいよ、もう逃げ場所がなくなるからどんどん。でここはベータ、OK、これは刺さりそうだ。ローリングが失敗、まあしょうがないですね。でこれはもうプルスルトは切っちゃいます。でベータ置いとく、下がります。結構瀕死なんじゃない。イヤーモンに対してもアルファ打って、これは瀕死倒していく。いいね、イヤーモンもう死ぬかな。 OK 死んだ。でベータ置いとく。ここの木に対してはね赤しがらきが普通に強いんで、このまま無難に勝っていきたいですね。セメントスが上ポジ取ってんのかな。まだセメントスデクオールフォーワンがいる可能性があるね。これは一旦ラピッドカードかなんかで上上がっちゃいたい感はあるが、ちょっとどうしようか迷っていますね。どうしようかな。セメントス相手ちょっと渋いんだよね。箱壊すこと自体はできるんだけど、さあ上ポジに今デクが登ったのが見えましたね。これ僕も上登りましょう。上登ってベータ、ここベータ強いですね。上を取らせない、上を侵略していきます。はい、セメントスのねアルファも壊してくれるからね。ドガちゃんとトドロキとセメントスが残り残ってるかな。さあベータ置いとく、ガンマで下がる。アルファを外に対して撃つ。でシールド回復落ち着いてるよ。トドロキ見えましたね。トドロキに対してアルファ一発撃って、自分が撃って128ダメージ。はい、いいよ、もうマジ瀕死だこれ。届きベータ置いといてダウンさせていく。これで終わりか、ワンちゃん終わりじゃないか。もう、いや、いいねー、1万1000ダメージですね。もう1枚どっかいるか、いないよな。さっき左側に落ちてたセメント、あ、いるね、トカちゃんがいるわ。アルファ打っといて、ほらアルファ置いときましょう。でガンマ苦しめて、おいジジ、最後はベータとアルファでフィニッシュを飾っていく。これが赤しがらきですよ、これが赤しがらきよ。弱い弱いと言われているが、そんなことないか、僕が言ってるだけっすまあでも上ポジに対して対抗策がないのはまあ事実ではある。だからこう味方とうまく連携すれば結構火力自体は出ますよっていうキャラクターですね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。